ろしくお願いします。さあ前回に引き続き後楽園ホール大会になります。今日は4団体認定インタージュニア選手権菅原の初防衛戦が組まれております。はい、まあ、菅原のチャンピオンとしての力量が問われる一戦ですよね。さあまずはコルト・カバーナが入ってまいりました。さあ今日はスティーブ・コリノと対戦しますコルト・カバーナ。 ROH から来たニュージェネレーションであります。さあ今軽快なステップでコルト・カバーナ満面に笑みをたたえてリング上であります。さあ中村さん、はい、コリノとカバーナともにクレバーな両雄同士の一戦になりましたね。はい、さあ今ゴングが鳴りました。この2人騙し合いの一戦になりそうではありますが、さあ観客の声援に応えているコリノそしてカバーナであります。まあ、中村さんはこの試合どういう試合になるというふうに予想されますか。そうですね、はい、まあ、違う言い方すればね、東海岸系でねアメリカの、ね、よく見る光景ではあるんですけどね、こういったの試合はですね、ただこの2人初対戦だと思うんですよね。うん、そうですね、シングルでは、はい、はい、さあ側転して軽快なステップを踏んでいったのはコルト・カバーナ。まあ、プロレスというのもね、一つのその競技の中で、こういったその間をね楽しめるのもプロレスの一つではないかなという。さあ早くも心理戦が始まっております。この2人の戦いはまさにマインドゲーム、巧妙に仕掛けられるさまざまなトラップをクリアした方が勝利します、そんな試合であります。まあ、実力的にはね、はい、どちらが勝ってもおかしくない試合ですから、そうですね、はい、さあおっとこれはユニークな逃れ方でカバーナがヘッドロック逃れていきました。アベレフリーもね、ちょこーんとしてますよね。そうですね、はい、まあ、何かこのコリノというのはカバーナが持ち味が出そうな相手ではありますよね。そうですね、さあ逆にコリノとしてはちょっとやりづらい部分があるかもしれません。さあ上になっているのはコリノ。さあちょっと複雑なサブミッションになっております。おっとここもうまくレフリーを使って脱出していきました。このカバーナというのは本当に中村さん掴みどころのない男ですね。そうですね、はい、これぐらいの体を持っていながらですね、はい、もう場外のケブラーだと決めますからね、さあ勝負どころのスピードは非常に素晴らしいものがありますが、そうとこれはコリノ場外に投げてきました。そしてさあ飛ぶか、
さあこの巨体が飛んでいくか。おっとここはコリノがスルッとリング内に。カバーナのラッケブラーター未遂に終わりました。まあ、ゼロマックスの、ねえーえー、外国人選手の中で生き残り選手ですね。そうですね、はい、相手のいいところだけ出してたまるものかというね、お互いの駆け引きですね、はい、さあまさに駆け引きが得意なこの両雄、スタイルの合わせ鏡状態であります。さあリストを固めていったのはコリノ。さあそれをセカンドロープから、おっとうまく体重をかけて逃れていきました。さあ今度は逆にリストを取り返していったのはスティーブ・コリノであります。さあ今度はおっと、さあくるっと回っていったのはコルト・カバーナ。そしてさあ起き上がっておいて、おっとうまくリストを取り返しました。さあ今度はコリノがさあリング内を徘徊しますが、さあそれを追撃します。おっとこれはロープエスケープ。いやーなんか面白いですね。そうですね、さあこれはしぶしぶコルト・カバーナがブレイクしていきました。さあ確かな技術に裏打ちされましたユニークな攻防が繰り広げられております。まあ、中村さん、ここまであまり技らしい技が出ていませんけれども、はい、何か見応えのある攻防になってますね。そうですね、私はですね、こういうプロレス大好きなんですけどね、思わずその一挙手一投足に見入ってしまうようなそんな攻防であります。アメリカンプロレスの奥深さを見ているようなそんな試合になっております。さあちょっと試合が加速してきたか。おっとリプロック、あったここはカバーナが読んでいました。さあこれおっとコリノの STO。 さあこの辺りの瞬発力は素晴らしいものがありますコリノ。まあ決めるべきところはね、きっちり決める。そうですね、はい、さあそして観客を罵倒することも忘れません。まあお互い組むことはあってもね、日本では戦ったことがなかったんで、なるほど。おっとこれはジャンボ鶴たまりのジャンピングニーパッド。まあ、とにかくコリノというのはね、はい、コピーをしていくのがうまいですよね。そうですね。さあもう一発放っていきましたジャンピングニーパッド。まあそれだけその日本人の選手をよく研究しているということですよね。そうですね、さあもう一発いった。さあ3回同じことをしました。あった丸め込まれた。さあしかしここはさすがに返されます。さあコリノがロープ振っておいてスリーパーホールド。さあこれは独特の入り方。そうっとこれは顎にヒットしました。強烈なスーパーキック。まあこういった形でね、はい、コリノカバーナと戦ってますけど、見ててね、果たしてこれに CW がねまた復帰してきてね入ったらそのスリーウェイとね見てみたいですよね。そうですね、さあまさにアメリカの職人レスラーと言ってもいいこの2人でありますが、さあ今度はブレンバスターの応酬といったところです。さあコリノが持ち上げたが、おっとこれはさあうまく丸め込んだ。おっとしかし今度おっとなんだこれは。さあ丸め合い、両者がリンク上でぐるぐる回っております。さあこれはお互いキープ。そうですね、さあカウント入りませんでしたが、おっとここでダウン。なんと丸め合いを追跡していたレフリーまでもが目が回りましたね。目が回ってしまいました。まあ、この試合さばいてる阿部レフリーもね、これだけぐるぐる回られたらですね。そうですね、はい、どうしてもカウントを取らなくてはいけません。さあちょっとリング上の3人が目を回してしまいました。
まあ、ここまで あまりスピーディーな展開はないんですけれども、お互い間の取り方がうまいのでリズムのある試合になってますね。そうですね、さあ今度は川名がジャブからのエルボー、ダスティーローです次元ですね、はい、アメリカンドリームダスティーローですをホーストさせるエルボー、そしておっと今度はヒップアタック、そしてラリアットであります。まあ、このカバナですけどね、はい、シカゴとかね、デトロイト、フィラデルフィア、この辺ではね大変な人気者ですからね。なるほど、はい、なかなか日本に続けてこれる機会もないんですけどね、まあ、これ2度目の来日なんですけれども、日本でも人気が徐々に出てきてますよね。そうですね、はい、まあ、これにね本当さっき見ましたけど CW でも加わればね、はい、この3人の試合っていうのは素晴らしい試合なんじゃないですかね。その試合もぜひ見てみたい気がしますが、ここはゼロ戦キックでコリノがカバーナを倒していきました。さあ独特の間がありますこの試合、2人の作り出すこの間が試合にリズムと余韻を作り出しております。今度はエルボースマッシュの試合、さあだいぶ両者が消耗してまいりました。さあ対局戦に振ったのはカバーナ、逆に振り返されてしまった。おっとこれは回転してさあ何やるか、さあサムソンクラッチ、おっとこれは抑え込まれてしまった。さあしかし今度は逆にカバーナが返していく目まぐるしい攻防、さあこれは回転足折り固め、どうだ、しかしここもカウンター2であります。まあ動きの一つ一つがね、アレックス・チェリーに似てるところもあるんですけどね、うん、なるほど、はい、さあそして今度はカバーナ抑えた、まあ、シェリー対ね、はい、これとカバーナも見てみたいですよね。そうですね、さあトリッキーなところでは共通しておりますが、今度はラリアットカウンター、殴るようなラリアットですよね。しかしここはカウントワンで跳ね返していきましたカバーナ。さあだいぶ両者が消耗してまいりました。コリノが差し止めにかかるか、さあラリアットはブロックしておいて、さあカバーナ一気にいく、しかしここもコリノがカウント2で返します。さあカバーナはチャンスです。コルト45、このカバーナのフィニッシュムーブに引くか、でもロックしたいですね。そうですね、はい、さあ行くか、おっとこれは返した、そしてさあ脇固めから、おっとこれは軌道クラッチ、どうだ、あっと入った。最後はピンクラッチという技ですけれども、軌道クラッチのような感じでしたけれども、はい、一瞬でしたね、